静香さんはこれから指導者はならないんですか？今はまあショーのこういった世界もその競技の先にあるよっていうところを見てもらう場所をしっかりとこうなんか守っていくことくらいかな、できるのがっていうのがね思っているところ、で指導者はすごいね興味はあったというか、やってみたいとは思ったんですけど、人を育てるっていう観点ですごく時間のかかること、自分もそのコーチとしてのキャリアを積むのはゼロからだから、だから、ね、もしかしたらこの先自分がその道に進むのかは分かんないけれども、興味なくはないんだけど、その機会がなかった、これまでは。あ、そうなの。アイスショーとか解説だけじゃなくてコーチはされないのかなと思って、絶対いいコーチになると思います。本当、すごい興味あるけど、やるんだったらもう全あ確かになんだろう生活を振っていかなきゃいけないなっていうのがあるので、まだ、ね、アドバイスぐらいだったらできるかもしれないけど、なんか好きな夏の種目とかある？比較的大体見るようにはしてますね、オリンピックは。もしスケート選手じゃなくて自分が子供だったらどの競技やりたい？あ、私実は体操選手になりたかったんですよ。で、機械体操で選手コースに入るかどうするかって、で私は入りたいって、はい、母に言ったんですけど、いや体操は厳しいからフィギュアスケートにしなさいって言ってで選手コース諦めて、でスケートに行ったんです。体操、本当は体操選手、もし母が止めなかったら、体操選手になってたと思います。柔道、私はねフランス強いんですよ。だからこのパリはすごいかけてきてるんじゃないかなって。でもやっぱね日本負けてられないじゃないですか、お家芸だから。あとなんか開会式がセーヌ川であるっていうのが結構どんな感じになるのかなと思って、盛り上がりそうですね。盛り上がりそう、楽しみ。私バンクーバーで初めて出るから、そのオリンピックのこと全く分からなくて、静香さんにオリンピックってどんな感じですかって聞いた時に、なんか選手村はねドリンクが飲み放題でマック食べ放題って言ってくれたのすごい覚えてて、いらん情報ばっかりや。そう、それはすっごい覚えてます。楽しかった？楽しかったです。よかった、はい、子どもの頃からテレビとかで見てたスケーターだから、もう結構大人なイメージだったんですけど。いや大人だと思う。真央ちゃんと一緒に試合行った時も、多分真央ちゃん15歳で私23とかだったのとかでしたよね。だから何を話したらいいのかが分かんなくない、今思えば。いやもうでも私テレビでずっと見てる人なので、もう緊張ですよ本当に。いや楽しそうだったよ真央ちゃん。何喋ったらいいんだろうみたいな。本当、だから何喋っていいか分からなくて、中国行った時は動物園行った話してた、真央ちゃんが。不思議だなって思うけど、そうそう、だから真央ちゃんが15歳だった印象が強くて、ずっとなんかその成長を追ってるから、勝手になんか近所のおばちゃんみたいな、そう大きくなったんだ、もう30超えてんのみたいな驚きがあったけど、スケート見てそれだけ積み重ねてきた時間のやっぱ重さというか、想像以上に素敵すぎて目がくらんだ、すごいと思って。であれがね一緒にこうショーに出れて見られるんだって思うワクワク感が今すごい。いやもう本当にもうスケートの大先輩なので、初めてお会いしたの小学校1年生の時なんです。そうよね、仙台の合宿 で、ね、すごい覚えてる。そこからやっぱりね、それぞれいろんなことあって、静香さんオリンピック金メダル獲得されて、第一人者でご自分の賞を作られてやってきて、で自分もいろんな経験して成長できて、そしてそのフレンズワイスっていう18回目の記念すべきアイスショーにまた一緒にこう滑れるって、本当にいろんなことが重ならなければこういうことにならなかったと思うので、本当に奇跡のような時間を楽しみたいと思います。